こんにちは、わきです。360度カメラ、テレビなどでも目にする機会だいぶ増えてきましたよね。そんな360度カメラ、リコーのシータシリーズ、このシータで撮影した写真や動画をネット上で公開できるシータ360.com というサイトがございます。こちらのようにそのサイトにログインすると自分専用のアップロードできる場所っていうのが用意されます。そのどのユーザーのページだよっていうのは、このね、ユーザーズの後ろに書いてあるね、数字、これで認識できるようになってるんですけども、僕はこれが180ということで、僕のページ、僕の作品がまとまってるページは、sita360.com/users/180という URL になります。で、ここでどんな風に見えるのかっていうと、最新の写真見てみます、まあ、パソコンで開くとこのような形でね、ちっちゃい画像でまず出てくるんですけども、これフルスクリーンで見ることができます。こうやってぐる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 360度上も下も回して見れるっていうことですね。これはね、投影方法をこう変えたりとか拡大縮小なんかもできます。で、これせっかくの360度写真ですから、 VR 空間で見たいですよね。実はこれね、ちょっと工夫すれば見れるんですよ。今回はその方法をご紹介いたします。はい、こちらに Oculus Go と Quest 2 VR ヘッドセットがございます。まずはこの Quest 2、こちらを使ってどのように操作するのかご紹介してまいります。はい、クエスト2開きましたら、まずはブラウザを開きます。ここで、まあ、いろいろあるんですけども、直接 URL を入力していきます。はい。これで僕のページが今開きましたね。こんな形で、ずらずらっとあります。まずこれ1ページ目なんですけども、これがね、何ページも何ページもいっぱい作品アップしてあります。で、これを普通にブラウザーで開きますと、まあ、パソコンで見るのと同じような形で、こういう表示ですね。で、自分でこうぐるぐるとスライドさせてみるので、まあこれはマウス操作と同じような感じですよね。で、ここでフルスクリーンにすると、こう、そのバーチャルな空間にポンと入ってるように見えてほしいんですが、こういう表示になるんですよ。全画面表示。なので、360度空間の中にさっきのウィンドウがこう、ぴょっと出てる。その VR で見ることはできてないんですよね。じゃあこれを実際に360度の VR 空間で見るにはどうしたらいいのかと言いますと、この投影方法の表示を変えるんですけども、先ほど、リトルプラネットにしましたよね。これをね、これです。イクイレクタンギュラー。もう360度写真の元の絵っていうんですかね。横360度×縦が180度の2対1の画像。この表示にします。で、この状態で、ここの下にですね、非 VR と 2D っていうボタンがあるんですけど、ここをね、非 VR のところを突っつきます。そうすると VR180 度と VR360 度というのが選べるんですね。ここで VR360 度をクリックしますと、はい、ドーンと画像大きくなりましたよね。この状態だと360度ぐるぐるっとこうやって見れるようになるんですよ。これがやりたかったんですよね。こういうこと、真上も真下もちゃんと見れております。で、この状態でね、本当は次へっていう風にね、こう送りたいんですけれども、これは一回この全画面表示をなくしてフルスクリーンモードを解除して、また別の写真をね、こう開いてあげなきゃいけない。こういう手間はかかりますけれども、この360度の写真をVR の画像として体験することができるようになるということですね。これができるということは、
それぞれ個別の番号が発行されてますので、これを伝えることによって私の作品はここですからぜひ見てくださいみたいな形でね、伝えることができるんですね。これで友達、知り合いが投稿した作品、それを VR で体験できるということですね。で、なんでこれ今クエスト2でやったかっていうと、オキュラス GO だとね、ちょっと動作が違うっていうか問題点があるんですよ。それについてご紹介します。はい、同じようにオキュラス GO でシータ 360.com 僕のページ今表示されております。これで同じように表示したらば、これを全画面表示にして、クイレクタンギュラーに光栄を変えて、VR360 度にします。これで同じように VR で見れてると思いきやですよ。ちょっと違うところがあるんですね。真上を見てみます。これ、穴が開いちゃってるんですよ。同じように、真下。こういう感じ。上下に黒い穴が開いちゃうんですね。オキュラス GO で見るとこういう感じでね、完全な360度の VR にはならないんですけれども、まあなんとなくその空間にいるような形では体験することができますね。ちょっと違う写真も見てみましょうか。寒い冬だけれどもちょっと春が待ち遠しいってことで、桜の写真見てみましょうかね。この花びらが散るエフェクトっていうのは、これね、エクイレクタンギュラーにすると消えちゃうんですよね。3D の空間だけこのエフェクトが適用されるという感じですね。で、この状態で全画面にして、VR360 度。あとこう、桜が咲いてるんですけれども、上は天井、穴開いちゃってるっていうオキュラス GO は残念な感じですね。これがね、クエスト2で見たらもうこう、桜に覆われてる、ほんと桜の下で昼寝してるような、そんな体験ができるんですね。はい、ということで今回は、オキュラス GO やクエスト2を使ったシータ 360.com の VR 表示についてご紹介いたしました。この方法を使えば、知り合いが撮った写真、その VR 空間の中に自分も入っていけると、その人と同じ体験を誰でもできるようになるということでございます。僕のユーザー番号180番ですので、公開している作品ぜひこの VR で楽しんでみてください。